皆さんこんにちは。今回の動画は前回フロントフォークのオーバーホールをしたんで、いつもメンテナンスした後に行ってる峠の方へ向かって行ってます。それでは今回も最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、めっちゃ天気悪いんですけど、実はね、この動画を撮るのに今回で3度目なんですが、カメラの方がね、急にね、ノイズが入るようになっちゃって、こんなはずでは全然ね、公開するにはちょっとひどいかなと思って、ボツにしてるんですが、 Wi-Fi がね、なんか干渉しあって、でノイズが発生するみたいなんで、今回は全然ね、カメラどれぐらい撮れてるんか、ちょっとスマホの方でモニターないんでわかんないんですが、多分撮れてると思います。でノイズの方も多分ないと思うんで、なんか慣れないですが撮っていきたいと思います。オイル交換後もう何度も乗ってるんで、しそういうほどでもなくなっちゃってるんですが、オイルを間違って今回片目を入れてるんですが、すごくね、乗り心地も良くなりましたね。こういうね、わだちとか道路の道がちょっと荒れてるところあるじゃないですか、ボコボコボコって、そういうのもね、オイルを片目に入れたからといって、ゴツ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 することもなかったですね。こういうちょっとわだちがあるところね、コーナリングもね、前までは曲がりにくいないう感じがあったんですが、スッと曲がってくれるようになりましたね。こういう大きいコーナーでも曲がりやすくね、スムーズに曲がれるようになりましたね。前までは僕的の勝手な感じ方なんですが、後ろがね、倒し込んだら後ろがリアタイヤの方が先に倒れ込むいう感じだったんですよ。で今回ね、オイル変えたらね、気持ちよくね、頭からスッと入るいう感じですね。曲がりやすくなりましたね。でね、もうすぐね、いつも走ってる峠なんで、ちょっとそこまで飛ばしますね。もうそこなんですけど、ちょっとね、前にねトラック来てるんで、とりあえずまっすぐ行ってみたいと思います。で後でこっちの方、左の方曲がっていきたいと思います。あんまりねスピード出して曲がることがないんですが、全然ね曲がりやすくなりましたね。ずっとねこうやって、前はねちょっとやっぱり後ろが前が柔らかすぎて曲がりにくかったんですね。すごく曲がりやすくなりましたね。行きたいと思います。
タイオイル、パタイオイルのおかげか、まあ、オイル交換をしたおかげか、まあ、どっちか、まあ、両方かもですが、すごくね、あの曲がりやすくなりましたね。さあ、行くぞ。曲がってくれて気持ちいいですね、うん、ついちゃいましたね。ちょっと下りの方が取れなかったですが、今度逆から上がっていきたいと思います。さあ行くぞ。曲がってくれる感じですかね。前はねちょっと重たいいう感じで、どうしてもなんか切り返しがワンテンポ遅れるいう感じになってました。感覚的にね、僕の感覚的な意見なんで。最後もう一回上がってみたいと思います。曲がりにくいなって思ってたんですよ。でね、ここの大きいコーナーは苦手ですね。
いぶやっぱり曲がりやすいね。川崎のオイルだと粘度が G の10いうやつが標準らしいですね。で、僕が今回間違って買ったオイルが一つ粘度が硬いやつで G15 いうやつを入れました。でね、標準のオイルが新しいと、どれぐらいの感じに乗り心地やハンドリングに変わってくるんかちょっとね、僕は今回分かんないんですが、 G15 で乗りやすくなりましたね。G15 のオイルで乗り心地もね、最初の方話したように突き上げ感もそんなにないですし、細かい切り返しがいるところ、こういうところもね、ツッツッとこう今はスピードできてないんで、そんなにオイルの硬さで変化はないと思うんですが、とりあえずね軽くなりましたね。で、ZZR400 ちょっとやっぱり車体がね重たいんで、もうちょっとねコーナーが楽しく走りたいなと思う場合はワンランク上の G15 入れてみるのもいいかもしれませんね。僕は今回これいい感じになったんで間違って買いましたが、結果オーライということでした。次回はまたちょっと長めの峠、いつも同じ峠ばっかり行ってるんですが、次回はまた違う峠の方走ってみたいと思います。今回はちょっとねカメラの不具合も結構あったんで、なかなかね動画の方も思ったように出せなかったんですが、今回これでよかったら公開できると思います。天気もね晴れた日もあったんですが、今回はこんな天気です。もう今にも雨降りそうですね。早く梅雨が明けるともうちょっとねカメラの映えも良くていいんですが、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。